いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろ。うん。えっ、お ここってプレートの下だよな。五番街スラムか。うん、向こう行けば町、人たくさんいるし、上へも行けるよ。へえ、じゃあ町まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ案内よろしく。じゃあ行こうか。まだ先だよ。うわっ、モンスター。お、出たね。ザクス、逃げよう。平気平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる？はいはい、危ないから下がって。頼もしい。強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックス、どうかした？いや、さあ、行こうか。あれ、かっこよかっただろう？わからん。褒めて、称えて。ザックス、行こう。って、もしもし。あ、待って。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。もちろん、大勢暮らしてるんだから。ねえ、あのゲートの中マーケットなの。お店いっぱいで楽しいよ。
なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。訳あり。空怖いんだ、吸い込まれそうで。変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。そうだ、俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない。エアリスだってきっと気に入る。面白そうなところだな。うん、少し見てく。お、あ、ごめん。気をつけろよな。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの。財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ、あのガキの名前。うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはず。ねえ、私探してくる。ザックス、ここで待ってて。分かった、待つけど。俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み。ぎったり説教してやらないとな。限界。なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーの探すぞ。あっちに行ったよな。ここから出たとか。なあ、あんた、こっちにガキが走ってこなかったか。男の子。男の子？さあ、こっちには子供はまず来ないよ。そうか。財布でもすられたか。え、ここじゃよくあることだ。でも犯人探しは一人では難しい。町の連中に頭下げて手伝ってもらいな。それもそうだな。よし、適当に声かけて頼んでみるか。
情報。さっきアクセサリアの近くを慌てて走ってる子を見かけたわよ。ちょっといいか、人を探してるんだ。ブルーノっていう男の子なんだけど。うん、その子を知ってる。お兄ちゃん困ってるんだね。私が連れてきてあげる。本当か。それじゃあここで待ってて。わかった、よろしく頼むな。もう限界。一体どこまで行ったんだよ。おい、そいつは俺の財布を。ああ、もう声かけるから。せっかく捕まえるとこだったのに。逃がそうとしてたんじゃないのか。ひどい、疑うの。頼むよ。もうザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？まだだけど、待ってて。ごめんね。ちょっといいかな。いらっしゃい、プレゼントかい？いや、買い物じゃないんだ。なんだ。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる、よろしく。ったく、どこ行きやがった。嫌がった。なあおじさん、そいつだ、捕まえたよ。おうおう、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや悪いな、俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ。もうエアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。あのさ、ちょっといいかな。なんだい。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか。こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。ったく、どこ行きやがった。嫌がった。なあおじさん、そいつだ、捕まえたよ。くぅ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いや、あれを使われちゃ追いつけないよな。あんた追っかける気なかっただろう。やだな、そんなことないって。頼むよ。もうそう、わかった、また来るね。あ、エアリス。ザックス。ブルーノいた？ううん、まだ。でも絶対見つけるから待っててね。うん、もしかしてさっき俺の財布盗んだのお前じゃないか？ひどいな、俺さっきからずっとここにいるだろ。違うか、悪かったな、本当悪かった。
いいよ、財布を盗まれたんだろ。犯人探し俺も協力するよ。それじゃあ俺の持ってる情報と兄ちゃんのポーションを交換しない？情報屋かよ。ただってわけにはいかないもんな。その代わり何でも知ってるぞ。毎度あり。ほら兄ちゃんの後ろにいるぞ。何？なんだよ、もういないぞ。じゃああいつが行きそうなところを教えてくれ。ん？今情報を教えただろ。もっと知りたいならアイテムもう一個だぞ。なんだよそれ。へえ、まあいいけど、そんじゃ頑張って。頼むよもう。ザックス。あ、エアリス。ブルーノいた？あの子足速くて。エアリス、どうよ？ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか？でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？本当本当。じゃあ協力しよう。うん、でも手がかりがないんだよな。ブルーノ、何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。じゃあエアリスはここで目を光らせる。俺は町を一回りしてくる。そういうことでよろしく。おっしゃ、見つけた。あ、うわ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス。ね、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ？兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ？エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね？うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫、俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってろよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。
じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。公園からモンスターがワンサカ現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。な、何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベティングコンバットモード。この財布だな。中身も無事だよな。うわ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな兄ちゃん。ザックスだ、盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃんお金俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ、俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから、困った時、ちゃんと相談して。わかったよ、ちゃんと相談する。じゃあ、兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろう。あれ、気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。かかってこい！コンプリートリゾルブ。じゃあな！お
っしゃ。モンスターは全部倒…またかよ。くそ、あのガキ。